スタート、旅しました。お帰りなさいます。ようこそ。こんにちは。ウェルカム。女の話をしよう。目覚めた時から、女は病理に繋がれていた。重い鎖はまんべんなく、つま先から頭まで、ミイラのごとき死にでしょう。自由がない、と余人は哀れむ。自由はない、と彼女は喜ぶ。鉄のドレスは難攻不落。城門開いたその奥に、あるのは乙女か魔性の罠か。他人の秘密は蜜の味というが、さて。来た。はい、それじゃあ二人とも、せーの、おはようございまーす。あ、もう二人とも打ち合わせ通りやってください。朝の挨拶は元気よく快活に。やや脳の作りを疑われるほどバカっぽいほど学生らしいと言ったでしょ。もう一度いきますからね。せーの、おはようございます。グッドモーニング。おはようございます。おや、釣れませんね。僕の記憶では割とおかしな人物だったんですけど。兄さん、この人偽物かもしれません。いえ、偽物ということでチェンジしましょう。レオ、こいつは間違いなく、あれは単にお前の態度に固まっているだけだろう。俺やガウェイン卿ですらまだ慣れないくらいだからな。どうですか？これでもテンションを抑えめなんですけどね。その様子からすると僕のことを覚えているようですね。では悪ふざけはここまでに。ご安心を。僕はあなたの知っている通りの冷静沈着なレオですから。でも残念です。忘れているようならこれを機にキャラ替えをしたかったのですが。
では改め、お待ちしていました。はじめまして、僕はレオナルド・ビスタリオ・ハーウェイ。今さら自己紹介もどうかと思いますが、この校舎で顔を合わせるのは初めてですから。兄さん、ガウェイン、あなたたちも自己紹介を。ユリウスだ。今はレオのサポートに徹している。サーバント、ガウェインです。その我が主は現在、年相応の無邪気さを発散しています。ですので、多少のわがままは多めに見ていただきますよう、皆さんの寛容さを切実に期待します。失礼します。校内の全スキャン完了しました。校舎にはもう未発見のマスターはいないようです。状況から見て彼女たちもどこかにいると思ったのですが、いないのでは諦めましょう。あなたに来てもらったのは他でもありません、この旧校舎。いえ、月の裏側からの脱出作戦に参加していただけないでしょうか。おや、さくらから説明は受けていないのですね。では僕の口から説明をしても。はい、お願いします。憶測ばかりなので、 AI である私には説明することができなくて。そうでした。 AI は事実として判定された情報しかマスターに伝えられない、ムーンセルのかけた制限ですね。では質問をどうぞ。セラフではありますが、かつて僕たちがいた領域ではありません。ここは月の裏側、聖杯戦争の外です。セラフはムーンセルが聖杯戦争を進めるために構築した仮想空間でした。ですがここはムーンセルの目が届かない、いわば法の死角です。ガウェイン、例のものを。どうぞレオ。こんなこともあろうかとワクテカ図面を用意しておきました。レオ、ワクテカというのは精神状態を表すスラングであって、図面の用語では。ワクテカ図面です。兄さん、兄さんだってここの表記はプロポーショナル体よりゴシック体の方がクールだとか盛り上がってたじゃないですか。あれは分かりやすさの追求だ。ブリーフィングでは時にスタイリッシュなものが好まれる。なるほど。僕が言うのもなんですが、兄さんが指揮していたチームは14ばかりだったんですね。と話を戻しましょう。この図解にあるように、現在僕らは月の裏側にいます。聖杯戦争は月の表側で行われているものです。つまり、そう考えるのが自然でしょう。さくら、説明を。ですね、ここはムーンセルの裏側。本来なら
ムーセルが使用しないと封印した情報倉庫なんです。ムーセルは光を記憶媒体にした物質に頼らない記録装置ですが、ここはその光が入り乱れた高次元、惑星情報や虚数すらソースとして成立する世界の外です。ムーセル中枢が光を閉じ込めている式典の檻なら、ここは虚数でできた打点の庭。知性を持つ生命は決して入ってはいけない絶対禁断領域です。私たち上級 AI も裏側には入れませんでした。まあもう僕たちが入っちゃってるんで絶対も禁断もありませんけどね。とにかくそんな危険な領域で僕たちは目を覚ました。私たち NPC も同様です。本戦でマスターの皆さんと一緒に飲み込まれ、生き残ったものが校舎に残されています。そうですね、この旧校舎は安全のようですが、それもいつまで安全なのか保証はない。加えて校舎の外はあの暗い海です。僕たちでは触れた瞬間に消滅するでしょう。では質問をどうぞ。学校でクラスメイト同士だ。それは予選の延長ですね。おかしいな、僕とは違う。うろ覚えではありますが、僕の場合は聖杯戦争の途中で黒いスライムに襲われ、気がついたらここにいました。おそらく僕は校舎が襲われる前に予選を突破してあなたのいた校舎から抜け出したのでしょう。さくら、予選のシステムについて僕の口から説明してもいいですか？問題ないと思います。もうここはシステムの外ですし、予選を突破していますから。では遠慮なく。聖杯戦争には予選と本戦がありました。地上から月にアクセスしたウィザードはまず記憶を奪われ、偽りのパーソナルを与えられます。何の変哲もない西暦2000年頃の学生、それが僕らに与えられたロールでした。覚えはあるでしょ？その役割に違和感を覚え、本来の自分を取り戻したウィザードだけがマスターとしてサーヴァントを獲得します。サーヴァントと契約している以上、予選は突破していなければおかしい。ですから僕と同じように本戦であの黒いアンノウンに襲われたはずです。その記憶はないんですか？あの、いいでしょうか、レオさん。レオさんはこちらに落ちてからすぐに目覚めましたけど、ずっと眠っていたから。昏睡状態の時、レオさんの言う黒いアンノウンにずっと魂を囚われていたことになります。ですから長い悪夢に侵されているうちに本戦での記憶を完全に消された、逃れてしまったのではないでしょうか。彼が語った予選は本当の予選ではなく、以前あった現実と夢が混ざり合った捏造された予選の可能性が高いです。それが原因です。あなたは聖杯戦争中に怪物に捕まって今まで閉じ込められていた。
夢の中で見た黒い空間は、その、あなたを飲み込んだ怪物の体内、みたいなものです。では、質問をどうぞ。それは、お前だけの話ではない。レオも、校舎にいる他のマスターたちも同じだ。はい。僕たちは全員、聖杯戦争中の記憶を失っています。覚えているのは自分のサーバントと戦いの中で知り合った人々のデータだけ。例えば僕の場合、まだ負けていないことは断言できますが、何回戦まで進んでいたのかはよく思い出せない。また自分でもどうかと思うぐらい関心があるのですが、その関心を持った理由を忘れています。お恥ずかしい話ですが、私も同様です。おそらくあなたのサーバントもそうでしょう。マスターであるレオとの出来事は覚えていますが、それ以外のことは明確に思い出せない。はい、マスターの皆さんは予選を突破した直後の1回戦序盤の精神記憶状態に戻ってしまったんです。それに加えて長い昏睡状態だったから。兄さん、何か意見でも？いや特にはない。俺も記憶を思い起こしていたところだ。そういえばこの男はどんな窮地でもこんな態度だったなと。随分昔の出来事のようだ。とにかく僕らが記憶を失ったこととこの旧校舎にいることは関係があるはずです。不自然に消えた記憶は不自然な状況を解析すれば戻るのが道理でしょう。これで状況は理解できましたね。さて、そこで僕からの質問です。月の裏側、失われた記憶、謎の旧校舎、出口のない世界、取り残された我々。この状況で僕らがするべきことは何でしょうか？だろうな。聖杯戦争では敵同士であっても、この状況では手を組まざるを得ない。お前は、そういう男だ。そうですね。それが一番正しい目的です。キャスターさんも、今の言葉を聞いたら喜びます、きっと。期待以上の返答です。これで共同戦線の開始ですね。聖杯戦争に復帰するまで、いえ、月の裏側から脱出するまで、僕たちは仲間です。では改めて、レオ・ビー・ハーウェイの名のもとに、ここに、つくみはら生徒会の発足を宣言します。しかし、まず第一の問題があります。これをクリアできなければ、脱出プランを練ることすら不可能でしょう。誠に言いづらいのですが、人数が足りないのです。会長の僕、秘書の兄さん、ジーヤのガウェイン、そして
庶務しかいないではありませんか。これでは僕が夢見た生徒会とは呼べない。いや、呼んでいいはずがない。生徒会というのはもっと華やかで青春の匂いで満ちていて、トラブルが多発するものなのです。その通りです、我が君。どのような品種であれ、花が増えるのは良いことかと。そういうことですので、生徒会メンバーを見繕ってきてください。少なくとも副会長と書記の二人は必須です。校舎には僕たちと同じ境遇のマスターが何人かいますから、有能そうな人を片っ端からスカウトしてきてください。よかった、ようやく話が分かるやつが出てきたよ。で、君もあれかい？気がついたらこの校舎にいた口だろ。なあ、出口らしきものを見なかったか？眠っていっ、どうで？は？保健室だって？へえ、そんなところあったんだ。ま、こっちに来た途端寝込むとか、ボンクラなお前らしいけど、期待を外さない参入ぶりだね。はあ？生徒会？ここから脱出するために協力してチームを組む？はっ、お断りだね。生徒会なんてくだらないよ。みんな仲良くで脱出するなら勝手にやってれば。僕は天才だからね、凡人たちとは組まないのさ。誰の手も借りないよ。だいたいレオがいたってのも初耳だ。僕あいつ嫌いなんだよね。余裕しゃくしゃくで偉そうだし。レオがいなくなって僕が会長だって言うなら考えてやるよ。それまで近寄らないでくれる？ご心配どうも。いらないお世話だよ。いつだって僕は一人だしね。ゲームはソロプレイが一番さ。それよりさ、聖杯戦争のことを覚えているのかい？あ？サーヴァント？お前、サーヴァント連れているのか？いないよ。どうも。ここに来るときにはぐれたみたいだ。ま、聖杯戦争に戻ればすぐ帰ってくるさ。そうだ、早くここから抜け出して聖杯戦争に戻らないと。マスターがいないんだ。バカなりにあの女も心細いだろうし。それに聖杯戦争は続行中だろうしね。7日以内に決戦場に行かないと不戦敗で負けになっちゃうの知ってるだろ。負けたら死ぬっていうやつだろ。バカらしい。いざとなったらログアウトすればいいだけの話さ。古臭い脅し文句だよ。な、何暗い顔してんだよ。
この校舎だけ地上と回線がつながっていないだけだろ。このストラクチャから別の領域に出ればすぐに回線も戻る、そうに決まってる。なーに、ムーンセルは神の頭脳なんだろ。ならすぐに助けをよこすさ。なぜって、ここに最大の優勝候補である僕がいるんだからね。運営側がスターを放っておくはずがないだろ。こいつもふぬけた NPC のような面をしよって、まともなマスターはどこに消えた。小生のようなマスランはこの世界に嫌われたと見える。おお、まさに大根絶。 LMS サイム、 LMS サイム、我は求め訴えたり。神仏よ、我に観覧神功を与えたまえ。具体的に言うと、血に飢えた修羅を、あるいはより血に飢えた修羅を、ダメならもっと血に飢えた修羅を、とにかく殴りがいのある好敵手を。このままでは文字癒されすぎて骨抜きになってしまいます。マスターだな。そのサーヴァントの気配間違いない。やはりそうか。見たところ、なかなかの面構え。まさに地獄にキューピッドであるな。小生の名はガトー・モンジ。あらゆる神学を走破し、あらゆる真理に至ったスーパー愚道僧である。とは言っても、ここではお主と同じ、共に戦い共に競い合う一介のマスターよ。まあ、サーヴァントはもういないのだが。いや、それがな、我が神は正直ないわと信託を残して立ち去られたのだ。原始黄金の女神は立ち姿すらワイルデンであった。ちなみにワイルドとゴールデンをつなげてみた。その後、気がつけばこの桃色校舎にポツンと一人、退屈と破壊衝動を持て余しておったのだ。ほう、マスターたちによる脱出計画とな。お主ら、ここから出る気だったのか。小生は脱出する気はなかったぞ。小僧、そもさん、せっぱと答え。そもさんは質問するぞという意味だ。セッパはかかってこいという意思だ。それはそれとしてだ。小僧、お主はここがどう見える？それだけであろう。小生は以前の校舎よりこちらの方が好きだぞ。日は沈みかけ、空には桜が舞い、屋上でも桜が舞い、校庭では桜が舞う。桜しか舞っていないな。しかし危険な場所は一つもない。外は人外魔境のようだが、この校舎は良き思いで満ちている。しかも時間の概念すらない。何時間過ごそうと日にちが経たないのなら、ここは桃源郷か竜宮城であろうよ。
小生は修行の場を選ばん。むしろ新天地は心を躍る。ここで修練するのもまたよしだ。いや、参加するぞ生徒会。これは聖杯戦争ではないのだろう。では助けを請われて断るは部門の恥。雷光のようなツッコミグラッチ。急すれば通ず、まさにプロビデンス。照れるな照れるな。荷物をまとめ次第そちらに合流するゆえ、では小生の活躍に乞うご期待。できましたね。藤村大河ですか。おかしいですね。私そんな怪しい名前を語った記憶はないのですが。キアラと申します。予選では教師の役割をこなしていました。その時あなたとも知り合いましたね。でも本当によかった。あの黒いノイズに襲われた時は覚悟を決めましたが、あなたは無事だったのですね。予選で校舎ごと飲み込まれました。ですが幸いこの通り大事なく、足もあれば手もありましょう。夢かうつつかとお迷いでしたら、その手で直に触ってみるのはいかがでしょう。さあどうか遠慮なさらずに。な服装ですから、走ったものの転んでしまって、あえなく黒い泥に飲み込まれてしまいました。1階の廊下から階段に向かうあなたに声をかけたのですが、そちらは覚えておいでですか。いや、いいのです。ご自分をあまり責めないでください。あの時はああすることが最善でした。それに今の後悔だけで私は報われました。たった一度話しただけの私の命を悔やんでくれるほど、あなたは私を思ってくれたのですね。生徒会ですか。確かにここから外を目指すのなら、皆さんで手を取り合うのが上策でしょう。ですがごめんなさい、私は生徒会に参加はできないのです。理由は明白です。レオさんやあなたは真剣に全身全霊をかけて脱出を目指しています。そんな中に
ここから出る気がないものが混ざっていては式に関わりましょう。私はそのようなさまつごとで決意を汚したくないのです。申し訳ありませんが、お引き取りを。私には不可能と認め、心が折れたと申しましょうか。これでも自分なりに脱出を試みました。しかし私の力ではできて外へ穴を開ける程度。外に出た瞬間、私の力では形を保てず消滅するでしょう。私のサーヴァントも同様です。私では力不足なのです。ですがレオさんやあなたのサーヴァントなら、あるいはその時、もしあなたが脱出する時、何の苦しみもなく私を置き去りにしていけますか。